ベルヌーイディスクは1983年にアメリカ合衆国のアイオメガ社によって開発されたリムーバブルメディアである。正式な名称はベルヌーイボックスシステム。ベルヌーイディスクのメディアハードディスクドライブは硬いディスクの高速回転によりヘッドを浮上させているがベルヌーイディスクは柔軟なディスクの高速回転によりディスクを湾曲させてヘッドに近づけて データの読み書きを行う構造である。ディスクを高速回転させることにより、ベルヌーイの法則からヘッドとディスク間に陰圧が生じる。柔軟素材からなるディスクは陰圧により固定されたヘッド側に湾曲して両者間の距離を一定に保持する。ディスクの湾曲によりヘッドに近づけていることからディスクの回転が落ちると陰圧の低下によりヘッドとディスクの距離はおのずと離れる。 そのため、ハードディスクで必須であったりトラクトが不要で、理論上クラッシュが起こらないことを主張していた。ありがとうございます。